寒さ大丈夫ですか？急に寒くなりましたね。実は前日はもう寒くて寝込んでたんです。皆さんおはようございます。マラソン野郎です。実は昨年も岡山マラソンに行ったんですけど、今回も岡山マラソン行きたくて、今日のために体力を回復させてました。もちろんスタジアムまでは歩きです。無事到着しました。よかった、間に合って。今年は16,000人、あまりの多さにスタジアム前広場にももうお店がいっぱい。ラーメン好きの自分にしてみると、もうラーメン博並み、これはオーバーかもしれませんけど、4軒か5軒は出てたよな。以前千鳥さん来た時から笠岡ラーメンが結構出てるっていうのは聞いてたんですけど、この日自分が食べたいのはやはり西大寺の八方さん。今日はラーメン出してくるのかな。チア牛ラーメン、辛味噌ラーメン、美味しそうだな。笠岡ラーメン2軒出てるんですね。ありました、八方さん。今年は真ん中、これは並ぶんじゃないかな。 RSK ビバンですね。見てましたか？今回走ってる姿はライブをご覧ください。そして会場内での選手たちもスタート前だけ少し撮れたんですけど、皆さん仮装 OK なので、アジの T シャツ着てる人なんかも結構多かったですね。選手たちがスタートしたライブを撮った後、八方さん戻ってみたらもう行列できてました。ギビ団子の会社も結構、あーやっちまった。この日はモバイルバッテリーを2つ持ってきてたんですけど、 USB ケーブル間違えちゃいまして買ってきました。朝から腹が減ってたので、この日焼きそばが500円が300円にタイムサービスになったんで、一気に3個買っちゃいました。これは正解でした。去年も雨がちょっと降ったんですけど、今年もこの日ちょっとだけ雨が降りまして、スタジアムの中に入って焼きそばを食べることにしました。ライブでは映ってるんですけど、テントの奥にもさらにお店がいっぱいありました。スタジアム内では岡山マラソンのテレビ中継が大型ビジョンで見れました。これは安心。そして中はこんな感じ。ゴールはここです。この時一緒になった方に聞いたんですけど、以前はこれぐらいが普通だったみたいなので、岡山県が誇れるイベントだなと思いました。ゆるキャラのももっち、うらっち来てます。あとダンスパフォーマンス、これはすごかったですね。音楽が一緒じゃなくて寂しいんですけど、実際こう見ているだけで楽しくなる、そんなダンスでした。ジャンボリミッキーの時は前の方にいる女の子や男の子、子供さんも一緒に踊ってましたもんね。やっぱり裏じゃですよね。岡山といえば、覚えてください、裏じゃなんです。これが来てゴールの方に行ってみました。1位の人はもうゴールに入ってるんですけど、次々入ってくるランナー1万6000人のうち
何人ぐらいがゴールできるかな。これはまだ早い時間です。そしてこちらの方、こちらが一番しんどい人も楽しそうにする人もいろんな表情が見れます。こちらに関してはライブの3番の方によかったら見てください。普段皆さん鍛えられてるんでしょうね。ゴールした後かなり余裕の表情の方もたくさんおられました。自分なんかも歩いていてちょっと足が痛くなるともう歩きにくくなるんですけど、まだまだ余裕がありそうな方もたくさんいましたね。八方さんの並びがマックスよりは緩やかになったので、やはり八方さん並んででも食べようかなと周りを見ててもやっぱり八方さんかなということで並んでみました。そして順番がやってくると、動画はいいですね。結構待ちました。なんと岡山ラーメン源流の味3代目なんですね。それもそのはず、創業昭和23年生まれてないよ。すごいな。一緒に並んでる方も岡山の西の方で、なかなか東の八方さん行くまでは結構かかるので、この日食べてみようと並んでました。正直自分も3回行って3回とも休んでたりとか、なかなか食べれてなかったんです。これです、着丼。トッピングの胡椒をかけてこんな感じ。温まりそう。湯気こそ出てないけど寒かったので美味しかった。後を引くスープのうまさに中華そばの麺が合いました。そして腹ペコだったので秒完食です。寒かったけど来年も来ようと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。イベントが好きな方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもいろんなイベント行きますよ。それではまた。